はい、おはようございます。おはようございます。今日も化粧はバッチリですね。わお。今日の波はどうですか？久しぶりなんですけども、久しぶりに、まあ、頭オーバーの、まあ、パーフェクトウェーブが宮崎にやってまいりました。ちょっと1ヶ月ぐらい、1ヶ月以上このポイントで入ってなかったんですけど、ちょっと地形変わってまた探り探り楽しみたいなと思います。わかりました。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。塗りすぎじゃね。はい、おはようございます。おはようございます。はい、今何年生ですかね？今中学3年生です。目指すところは世界で一番になることです。わかりました。なれるように今日も練習しましょう。はい。今日の波のコンディションはどうですか？ちょっと、まあ、いい、上がったけど波は、ちょっと、軽いですね。まあ、これから潮が動き出すんで、はい。グリグリになると思います。はい。頑張って、攻めてください。頑張ります。はい。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは。ナンバンです。いやー、世界を狙う女子。頑張ってください。さあ、いい波乗った作法、スカイブトムタンからのまずはカービング、ナイス、やるじゃん。そしてもう一発、ちょっとね、面がガタガタしてますけども、さらにもう一発。さあ、ここからミドルからインサイドセクション、さあチェックターンを繰り返しながら来ますよ。さあ、タイミング合わせていくがインコンプリート、惜しい。頑張れ、世界を目指せ。今日の波の状況はどうですか？そうですね、たまにちょっとチューブっぽい波が来てる感じですね。それで、まあ、マニューバーもできてチューブもできてって感じの波。伊藤リアル君たちと、はい、チョープに行きましたね。あ、行きました。どうでしたか？はい、正直めっちゃ怖かったです。でもめっちゃいい波やったんで楽しかったですね。いい波、いいチューブ抜けれて最高でした。ちょっとそこの波とは違うんですけども、はい、今日もグリグリしてます。はい、してますね。チューブを決めちゃってください。はい、頑張って決めます。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、世界の安土城の弟、安土健、ナイスチューブです。そして戻ってチェックターンを繰り返してもう一発。さあ、そしてもう一発。さあ、クリティカルを探してますね。さらにもう一発。さあ、ここからです。インサイドセクションレイバック、ナイス。そしてプルアウト、もう一回見てみましょう。ナイスだったですね。ギロロロロロロロリンって戻して、さあ、ここからです。チューブイン、手を突っ込んでブレーキングかけております。そして入っていきます。グリーンルーム、チューブイン、ラッピングされてますね。ラッピング、ほら、ラッピング、ちょっと浅めですけども最高でしょう。さあ、そしてここでカービング、さらにもう一発、そしてもう一発。さあ、ここからですね、インサイドセクションに入ります。そしてもう一発かまして惚れてきます。ここですね、狙ってました、レイバック。うわ、ランタン最高、もう安土ゲーみたいな、そんな感じでプルアウトです。やりますね。さあ、全日本出場するんですよね、多分。そして優勝してプロになっていくと、そんな感じでしょうか。さあ、レフト、いい波ブレイクしております。見てください、人が少ない。そして彼はやられてしまった。さあ、彼はどうでしょう。さあ、耐えております。新波レギュラー、まだね、惚れてきてないんですよね。満潮時なんですよ、この時間帯なので。ちょっとバックウォッシュがね、ボヨンボヨンボヨンが入ってるんですけど、ここからいい波になってくるんですよ。ブリブリのローカルはまだ来ておりません。朝一組が早くからやってきて、いい波を捕まえようとやっています。ちょっと微妙なんですよね、ちょっと早いですもんね。作法が吹っ飛ばされております。大丈夫でしょうか。さあ、出てきたと思ったら違う人、
ここにいた。おお、苦しかった、やべえ、おお、うぅ、ドルフィンみたいな、そんな感じで頑張ってます。ほら見てください、エアー吹いてます。誰もいません。なんでですか、そんなに遅らせてくるんですか時間を、みたいな。さあこれはね、ゲン君が連れてきていった友達ですね。3人でこのポイント来てましたね。なんか全日本に出場するためゲン君のアパートに居候中らしいです。さあ皆さんうまいですもんね。さあ気づきませんでした、関口和馬。いやーごめんね、もう最後ね、いいのもうドチューブ入ったんですけどね、南蛮さん撮っておりません、撮影しておりません、ごめんねカズマーみたいな、そんな感じで。いやーもう全く気づかなかったですね。こんうまい子誰や、あー分かった、全日本からがあるからもう来ちょっちゃわ、練習しに好きやねあんた朝早くからと思ったらカズマでした。いやー申し訳なかったです。さあそして大使が乗っております。レギュラーの方に乗って、さあリフォームしてくる波に切り替えてバックハンドサーフィンに切り替えました。そしてチェックターンを繰り返しながらインサイドセクション、さあどうする、当てに行かない、やめましたね。さあそしてこれはナイストップターン決まりましたね。さあそんなこんなしていると上がってきましたね、一度休憩でしょうか、上がってきました。ほら見てください、いい波、これからですよ、これからグリングリンに巻き出すですよ、人は見てください、ポツンポツン、そんな感じで。そして台風8号のうねりが徐々に大きくなってくるんです。もうやばいですね、久しぶりですね、もうザ・デイではないんですけども、まあ、それに近いぐらいいい波やったですね。どんどん徐々に上がっていきます。さあ皆さん手こずっております、ほら見てください、ほらボヤンボヤンボヤンってしてるけど、これが取れてくるともうグリングリンにエアーをもうブッフォブッフォ吹いてきますよ、やばいっすよ。大丈夫ですか、心の準備はできていますかみたいな、そんな感じです。ほら行った、カモンチューブイン、しかしちょっと早いですね、まだね、潰されました。さあ高島ゆっくん登場、最近ね自転車でこけたみたいで手と顔をちょっとあざだらけになってましたね、そんな彼が狙っております。まずはトップターン、ナイス、おちょっとガッツポーズしましたよ今、右手で軽く。さあいい波来た、いけるか、なんかレトロボードっぽいんで多分シングルフィンですね、これがトライフィンだったらね、もうテイクオフ、もうボトムに降りる前にブレーキングでチューブっていう感じだったですね。さあレフト誰もいません、無人です、無人で我々を待っているんでしょうか、はいを入ってこんねあんたたちはみたいな、おら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 って感じで、8号のうねりです、これは完璧です、パーフェクトです、何ショットですかみたいな。この日はねもう宮崎はもう全土どこのポイントも多分良かったんですよ、なので人が分散してポツンポツンっていうこの隙間が空いたような人の多さではないですね、人の数ですね。いやーもう最高ですね、もう入りてー、俺も撮影所なんで入りてーがよーみたいな、もうたまらんって感じで。さあ元君の友達行った、ナイスチューミング、カモン、うわーや吹いてますね、でもしかしねなんかこうボヤボヤしてますね、おでも結構出口まで来てましたよ、すごいですね、やりますね、彼も全日本に出場です。さあそしてサホがまずはトップターン、ちょっと逃げてましたね今、逃げちょったねあんた。さあ大使が休憩を終えて入ってきます、このボードが後ほどとんでもないことになります。さあ大使が鬼パドル、図段を繰り返して、おちょっと狙ってましたね、からのトップターン、そして
フルアウト。さあこっちは佐保乗れない、惜しい。台風のうねりが次から次へとやってきております。さあそして、あー惜しい、行けばよかったのに。ちょっと引きましたね今の人、ちょっと怖かったんですかね。さあそしてほら、ドンゲですか、 A フレームでブリブリワリオットですよ。ドンゲですか、ほら行った大使チューブイン。しかしブレイクが早すぎる。これはアンダー、グリーンルームを楽しんでますね。もうやられる、もう、おっと次の波がやばい、うわー、確かねこの波で板にひびが入ったんですよ、クラックが入ったんですよ。さあ大使がほらチェックしてるでしょ、ボードチェックしてます。あやべえ、やっちまったよ、もうスカーみたいな。はい、そんなこんなしとったらやっと登場しました、のぞみくん登場です。あんた自転車で来るって言ったかね。はい、おはようございます。おはようございます。自転車で来なかったんですね。いや来るつもりだったけど、お母さんが行けそうだったから連れてきてもらいました。わかりました。のんくんはまだかなと思って佐保が一人で入ってます。じゃあ佐保と合流してチューブを決めてください。頑張ります。さあ元くんの友達ですね、彼も全日本に出場するみたいです。頑張ってくださいね。さあ後ろの方ではそのお友達が行った、アップスダウン、アップスダウン。しかしブレイクは早いか、あー捕まってしまった、惜しい。さあ見てください、ほらうねりがもう次から次へと、もうカメラもパンしてどこ撮ろうかみたいな、そんな感じでもういいブレイクを探してます。ほら惚れてきた、ほらやばくね。まだねあのぼっくりまでいかないですけどね、まあまあそこそこいい惚れ方でしょう。さあ大使が行った、おっと人がいた、もうたまらんみたいな。はい、そんな感じで遊んでおります。いやー残念でしたね。さあそしてこれはもう一度大使ですね、トップターン、そしてディエントリー、おー決まった、ほら決まった、どんげな顔やーみたいな感じで、決まったぞーみたいな、どんげやーみたいな、そんな顔してましたね。さあ波は見てください、ほらどんどん掘り出したんですよ、もうどんげー、ほんとたまらん、ほらいい波、やばくねこれ、ほら端っこから乗ったら、ほらガンガンアップスダウン、もう膝が痛くなるぐらいもうスクワットせないかんわ。さあそしてこれは大使のお友達ですね、お客さんなのかな、知り合いだったので追っかけてました。そしたら後ろにドデカセットが入って、まあ誰も乗っちゃないやろうと思いながらゆっくりパーンすると、大使がごめんチューブに入って手を挙げちょ、出てきてチューブから出てきて手を挙げちょった、ごめんすまんの、もう今日はもう大使申し訳ない、ごめんちゃーい、そんな感じですね、本当に申し訳ない。わーいや吹き出したっすね、ほら次から次へと、そろそろローカルのブリブリがやってくるんじゃないですか、この時間帯はそろそろやってきそうな雰囲気。うわーいい波。さあそしてうわーほら吹き出した、どんどん吹き出した、やべえ。さあそして面もねほらつるんつるんになってきた、この日はねオフショアなんですよ、一日台風8号が関東寄りに行ったんで、もうオフショアがね吹き出したんすよ、やっべえね、うわー惜しいっすね、頑張ってパドルしてください。さあそしてうねりはどんどこどんどこ来よる、あんさっきの人はもうほらあんたそれがいかったっちゃがーみたいな、乗れんかったねーみたいな。さあやってきましたブリブリローカル藤田良春、まずはトップターンからのもう一発やりますね、そしてパンピングでインサイドセクションを狙おうとするもフルアウト、きたチューブインからのカービングラウンドハウス、
もう一回見てみましょう。ほら、手突っ込んでぐりぐり掘れてきた。やべっすね。少し頭かぶりながらもチューブイン。ほら、アップスダウンしますよね。アップスダウン、アップスダウン。さあ出てくるぞ。ほら、グリーンルーム出てきた。エアとともに出てきてますね。そしてラウンドハウスカットバック、決まった。最高じゃんお前、もうたまらんみたいな。さあ彼がやってくるということは、次から次へとやってきますよ。もうこのパイレーツ軍団、ヤッホーみたいな、そんな感じですね。あれ消えた、こっち、いやこっち、いた、いました、立ってました、イブキーン。ちょっと早かったね。さあもう一度リョウシュン出てきたの、お前最高。うわー、オランジよ、オランとかよ、出てこいよ。さあ頑張りましょう一般の人。さあクリキショタロいった。お、手突っ込んでブレーキングかけて狙いに行くが、ちょっと巻いてこなかったのでレイバックインでプルアウト。さあこれはミタライ君ですね。チューブを狙うがちょっと難しかった。さあそしてあんた後ろの波がどっちね、ほらこっちやったわ、ちょっと勇み足やったね。さあそしてカモン出てこい、イブキン、やった、うわ惜しい、お前倒れんかったらもう最高やったっちが。もう一回見てみましょう。さあ高島いぶきチューブイン、ほら綺麗にラッピング、ほら走っちゃ走っちゃ、いいぞ、ほら透けて見える、すげえぞお前、カモン出てきた、うふう、軽くエア吹いてますね。そして逃げ切れてないかと思ったら最後は足払いですね、一本柔道一本みたいな、こんな感じでやられましたね。惜しい。さあサイズもぼちぼちいい感じやってきてますね。うわー、 A フレーム、グーフィーの人いかんかった、行ったらあんたこれパラダイスやったわ。さあそしてカメラを探してます、誰が行く誰が行く、どんしとが行くとやみたいな。あー、のぞみくんがテイクオフするもすぐにプルアウト。さあそしてこれは一般の方、ナイスソフトターン、うわー惜しい。そして後ろの方は乗れない、惜しいね。さあこちらもうわーちょっと弾き飛ばされてる感じで惜しいですね。さあそしてゲン君の友達か、うわー頭引っかかった、あんたもう少ししゃがんじょけばもっと走って出口まで行ったっちゃが。さあのぞみ君チューブイン、うわー出てきた、ナイスからのカービング、ナイス。そしてバンピングでインサイドに行こうとするもプルアウト。さあ高島いぶき来た、チューブイン、しかし難しいっすね、捕まってますね。さあそしてカメラがパン、これは誰、大使だ、まずはトップターン、ナイスからのカービングからの、お、ちょっとダブってますね、もう一発。そしてバックスハンドでスーパーアプローチ。さあそしてこれはお友達ですね、ナイスソプターンからのプルアウト。さあ栗木翔太郎、まずはトップターン、ナイス、おお、覗き引っかかったかと思った、ナイス、いいよ。さあ美樹くん、あった、引っかかった、惜しい、頑張りましょう。さあそして、あー、これはブレイク早い、惜しいね。うわー、後ろの波っていっちゃない、これやばくね、これ誰が行くと、うわー知らんしてた、うわー頑張れよ、うわー頑張れ頑張れ、よし前抜けた、これチューブ狙えばよかったと。さあそして後ろは翔太郎がやめて、うわーいい波、お前これもうちょっと左側から行ってたらもう最高やったね。うわー後ろの波も手芸いっちゃない、お前、うわこれやったわ、ほらエアフィッチョ、やっべー、ほらもうたまらん、もうどんげやー、もうやりてーみたいな。さあこれはねもう終わっちょ波やけど、ナイスチューブイン、バッコンバッコン来てます。しかし今回はここまで、次回がもうやばすぎー、ちょっとおまけを見しちゃう、これです。
さあ伊藤リアルが乱入。見てください、この掘れ方、飛び方やばいです。見てー、ほらフローター、やばくねー、刺さったと思ったら刺さっちゃうみたいな、チューブインラッピング、ラッピング、こんなのがもう次はドッカンドッカン、ほらカミングアップしてきた、波がもうやばすぎー、伊藤リアル突っ込んだ。そんな感じで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。てんもうやべっちゃが、次がどんげすみたいな、ほらもうたまらんよ、次はよろしくね、次回も見てね、バイバイ。